ははい皆さんこんこにちは、えー、レック専任講師の矢島です、えー、本日は2022年ですね、まあ、令和4年の合格目標ということで私の方で制作してるね講座のご案内ということでねこちら動画を撮らせていただいておりますであの、まあ、レジュメを用意してるんですけれども、まあ、あのダウンロードできるようにね PDF ファイルダウンロードできるようにあのしてますので、まあ、そちらのご覧になれる方はね、えー、ご覧になっていただければと思うんですけれどもあの、まあ、全部であの講座あ丸1から1で、まあ、あの主にね8つの講座を、まあ、用意してましてで、まあ、詳細はあのもう興味のある方がねそのあのあ 詳細の方にこうにリンクこう、ね、貼って詳細の方を見られるようにしていきますので、まあ、そこを見ていただければと思うんですけど、まあ、あの例年、私の方であでちゃんとね、えー、まあ判例が新しくこうなったりとかね、あとこう法改正があったりとかあとは特にこうまあ司法試験と予備試験もね、まあ、どん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 ん傾向があのもう毎年毎年変わっているんですけどもその傾向に合わせた、まあ、要はあの同じね、あの例えばそのえ事項をインプットするんであってもやっぱその直近のね、試験のやっぱり傾向に合わせた質で勉強しないとその将来の試験に役に立ちませんので。まあ そういう形で将来の試験にこう合うようにね。まあ、調整して毎年毎年やってますね。まあ、そんな感じで興味のある方はちょっとこちらの方を見ていただければという風に思いますね。あと、ちなみにまあちょっとしたニュースですけどね。あの予備試験の方で令和4年度のね。試験からまあ,あの選択科目制度がこう導入されましてね。まあ、論文試験の方ですけどね。まあ、そこで。 まあ、司法試験の選択科目と、まあ、同じようなあ科目がね用意される予定なんですけど今のところまだちょっと法務省のホームページにこの動画撮ってる段階ではまだ出てないんですけどまあ多分近々ねあのそれ出てくると思うんですけれども、まあ、あの私の方で、まあ、選択科目で労働法をやってましてで特に、まあ、予備試験の方がこう、ね、労働法の方を始める いう時にね、まあ、労働法全然知らない人もこう結構やってくるんじゃないかなってことで今年結構あの労働法のテキストはね、まあ、毎年全ての,あの科目、まあ、大改定してるんですけど特に労働法はあのまあ小学者の人でもこうねあの分かりやすいようにもう大改本当の大々大,大改定してねと同時にそのレベルを落とさないようにまあするためにあのまあ将来資本試験をね、まあ、受けるってことも。 踏まえて、まあ、ちゃんと司法試験の質に対応できるようなあの感じで、まあ、結構いろいろ工夫してあのやってますので、まあ、選択科目なんかでもしなんか心配な方は、まあ、ちょっと一回労働法の方なんかねあのまあ興味がある科目をやるのが一番いいんですけど、まあ、その労働法の方かなんか検討していただければというふうに思いますねじゃあそんな感じで今回のね動画終わりにいたします、まあ、このあとね受験勉強の方をしっかりとね頑張っていって、まあ、必ずその目標にね到達できるようにねしていただければというふうに思いますねじゃどうもご清聴ありがとうございました